プラットフォームにある駅員の詰所駅員とは、鉄道の駅の従業員を指す一般故証名である。駅係員や駅勤務員とも言う。通常は、鉄道の業務のうち出殺、改札、案内など、旅客対応の業務に直接的に従事するものを指し、駅の従業員であっても、車両の連結や信号扱いなどに従事するものを含めることは稀で、ある。また、 駅構内の従業員でも清掃業務を行う者や売店の従業員は駅員とはされない。正式な職名は鉄道事業者によって異なるが駅員とは別の職名が付けられていることが多い。一例を挙げると JR 東海や JR 東日本は主に営業を担当する社員を営業係、主に輸送を担当する社員を 輸送係、JR 東日本ステーションサービスでは、駅向け、JR 西日本は、運輸管理係、東武鉄道では、駅向け、南海電気鉄道では、駅手のひら、その他の鉄道事業者は、駅向かいなどであり、職名そのものがない場合も、若干ある。近年は、JR、私鉄では、完全公会社等の正社員、契約社員が、公営交通では、 外郭団体や公募委託先の正職員、契約職員、契約社員が駅係員として勤務している鉄道会社が増えている。ありがとうございます。